吉田松陰の思想が現代に与える影響。イントロダクション。吉田松陰は、幕末の志士であり、その思想は現代の日本社会にも大きな影響を与えています。今回は、ずんだもんと四国メタンの対話形式で、吉田松陰の思想が現代に与える影響について考えてみましょう。吉田松陰の思想。吉田松陰の思想ってどんなものなのだ？吉田松陰は、国家のために生きることの重要性を説いた思想家なの。彼の思想は、自己の高い志を持っていて、道義や正義を重んじること、学問を通じて知識と教養を身につけることの重要性を強調しているの。なるほど。つまり、吉田松陰は個人の成長と社会の発展を結びつけることを言ってるのだな。まさにその通りよ。吉田松陰は、個人の努力と社会の変革が相互に補完し合うことで、国家の発展に貢献することができると考えていたのよ。吉田松陰の思想が現代に与える影響。吉田松陰の考えが今の僕たちにどんな影響を与えてるのだ？吉田松陰の思想は、自己啓発や努力の重要性を再認識させる役割を果たしているわ。現代社会では、個々人が自らの力でスキルや知識を高めることが求められているわよね。吉田松陰の思想は、この点において私たちに示唆を与えているのよ。吉田松陰の考えは、社会貢献の大切さも教えてくれてるのだな。そうね。吉田松陰は、個人の成長が社会全体の発展につながると考えていたの。現代においても、自己の成長を通じて社会に貢献することが求められているでしょう。吉田松陰の思想は、私たちにその重要性を再確認させてくれるのよ。吉田松陰の思想の継承と発展。吉田松陰の考えは、今の社会でどうやって継承されてるのだ？吉田松陰の思想は、教育やリーダーシップの分野で継承されているわ。多くの学校や教育機関では、吉田松陰の思想に基づいた教育を言っているの。それから、吉田松陰の志を受け継いで、社会に貢献するためのリーダー育成プログラムも存在するのよ。それはすごいのだ。吉田松陰の考えが今の教育やリーダーシップに影響を与えてるのだな。そうなの。吉田松陰の思想は、現代の社会においても価値あるものとして受け継がれていて発展しているのよ。まとめ。吉田松陰の思想は、現代の私たちに多くの示唆を与えています。自己啓発や社会貢献の意義を再認識させ、教育やリーダーシップの分野で継承されています。私たちは、吉田松陰の思想を参考にしながら、自己の成長と社会の発展に努めることが重要です。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは、日本の侍に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。日本の歴史に興味があるなら、チャンネル登録や他の動画も見てみてね。